勝ち上がってる人フロミモラ RX、 フロミモラ RX、 君らそれで攻撃出れば本当だよ。え、あなた青切符いらないの？ごめん、いります。そりゃそうだよ。はい、じゃあね、まずは AB でいきましょう。フロミモラで、これちなみに僕誰応援してもいいんですか、それとも中立に立った方がいいんですか。もう別にいいんじゃないですか、適当で。千葉、神奈川、埼玉。千葉、神奈川、埼玉。おー、なるほど。しかも割と代表っぽい感じのメンツじゃない。千葉間違いなくこれだけいいんだけど。でも埼玉代表 RX 福井さんでしょ。福井さん、福井さんの誠対策やばくねえ、あれ。そろそろバラオがそろそろ俺の名前出せよって言ったんで。まあ、国技さんの孫対策ね、あれおかしいね。あれね、狂ってる。あの交代試練か。正直狂ってる、マジ。やばいでしょ。やばいでしょ。いやだってさ、カップ S2 キャラ別あれ性能差考察とか言って、うん、あ、俺の使ってるチェンリーどの辺かなと思って、うん、見たらおっぱいの話しかしてないの。バカじゃないのこの人。でなんか SNK 側とカプコン側の平均サイズ出して、うん、カプコン側の方が大きい、これは一体どうしたことかって、お前の頭がどうしたことかみたいな。なんで決勝でおっぱいの話してんだよ。完全に病気ですよあの人、交代してんか。さあ、あ、せーせー、おっと、いきなり食らった。うん、これは角をかけに来たね。多分前ブラ3回ぐらい入れてたんじゃないですか。おっと、ゲージを吐かなかった。うん、今のは殺せないはず。始まった。あの雷撃重ねられないのがね、多分分かってるんだろうな。さあ、これはゲージからで、そうですね、ただ1本取ってるのがデカすぎる。ミノラ、君らこれ攻撃でやればいいのに。本当だよ。おお、バックスピード、ね、見とる。でも今の緊張系バックスピード出なくてもちょっと怪しかった。そうですね。おお、これでかいっすよ。下がる、下がって、そうですよね、後ろに投げられたら大変ですから。さあ、小林誠英、黒誠英が、さあこれは安定の連続コンボ、ね、これを見せてくれますね。ちょっと待って、ミモラが拍手してんだけど。え、意味わからん。よく頑張りましたね、的なね。あ、うまいうまいみたいな。そう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 。さて、さあ、たまった、精鋭が発動してクイック取ってる。さあ、だいぶ今の時間稼げましたよ。さあ、前ジャンプをミスって、今度はミモラのターンは終了。さあ、精鋭がもうたまる、必殺、素晴らしい、黒が素晴らしい精鋭さばきで、じゃあミモラでいいのかな。そうですね、負けた方とアレックス先生で、浦和アレックス。さあ、ミモラさん、ミモラさん、試合です。さあ、さあ、動画のお時間ですよ。動画の時間ですね。千葉の動画と埼玉の動画。アレックス開幕何やるかな。ダッシュヘッドとかこれで。いや、なんかヘッドとかじゃなくて、なんか直にタックル打ってきそうな気がする。直接。直接。どんだけ強くなんだよマジ。Into the heat of battle. Go for it.
全然今溜める気配もなかった。ものすごい様子になったね。レバーぐるぐる回してたの。今さ、前方ハイジャンプダイパン、そうあれね、密着からめくりになるんだよ。ハイジャンプダイパンやるとめくりになるらしい。それでミモラが Y をぶち切れさせたらしい。地元でそのトノマさん、あの銀次ハイとか聞いた、なんかすげえ当たるなと思って、うん、なんでかなと思ったらどうもめくりっぽくて、そう狂ってるわ、まじ。さあ、そんなこと言ってる間にハイスピードで終わってました。これ届くの？いや、今のライト差入ると思った。入りそうだよね。あっ、おっと、スタンチ未確認、寄った確認はできなかった。中盤ブロラ製 EX 全だな、なんか。おあら、これはなんか美味しい、割と美味しい展開。さあ、はい、ガルフの2位持っていきますよ。さあ、たまんなかった。いや、あれはたまんないもんなんだ。おぉ、ピエール、これピエールっていうの。アレックスニヤニヤしてるけど。この状況見てニヤニヤできるのがすげえんだけど、ね、完全にマーゾですね。マーゾことが一生横に押すゲームになってる。さあ、これはじゃあフロさんとアレックスさんで最後やっていただき、アレックスが勝てば、アレックス勝つと、もう一回かな、まあ、もう一回、もう一回やっちゃいましょう。そんなかからないで、もう一回決まんなかったら当然ジャンケン。もうジャンケンで決めないわけね。何もしないジャッジメント。あ、それダメダメだ、時間がない。あれ確かパターンが決まってるはず。あ、そうなんだ。お、これ確定ですか。さすがに。どうなのかな、これ。1段目がちゃんと今5ヒットしてたよね。じゃあ確定だ。俺ね、 EX 道路3ヒットしかしてないんだ。え、なんかはいほいはいほいはいっつうじゃん。俺がやるとね、ハハハイになっちゃう。どんだけ早いんだよ。で、なんか調べたら、なんか時々初段がカラキャンになってるらしくて、中足から繋がないんだよ。あ、あるあるある。中足 EX 走路超早く回すと2ヒット目から当たるんだよね、2段目から。さあ、アレックス先生、これ選手して、もしかして普通にもう1回ゲージがしかもまずいね。もう1回普通に、あ、おや、このゲージは動画の時間か。決め打った、ミスったけど。さあ、ピオル寸前。おっと、壊し投げは。さあ、ブロって前ダッシュ投げ。おお、避けてる。おお、消えた。始まるよー。おー、マジだー、すげえ。さあ、見せてくれます。もう一回、はい、もう一回やるよ。フロミモラ、フロ対ミモラ。ユンヤンにタックル、タックルってむずいんでしょ、普通には。普通はまあこの人だ。どうなの、むずいの。え、1フレ、俺ユリアンよくわかんないんだよね、タックルタックルとかやったことないからさ。 YSB 先生、そろそろ作って。あ、そう、うん、俺のユリアンね、コパンコパンガードさせて、うん、前中パンをしゃがみに空振らせて、タイラントしかできないから。それマジゴミだな。当たるんだよ。
あと投げしけタイラント。ああ、それ有名有名。朝岡プロ。なんか制圧だ。おっと、黒が押してる。黒が押してる。これまたさっきと同じ展開。さあ、逃げみもら。おお。さあさあさあ、黒がノリノリですね。ヤンのあの象形ターゲットかっこいいよね。あれかっこいいよね。あの精鋭中にやるやつでしょ。そうそうそう。踊ってるようにしか見えないね。チェストは EX なしで貯めておき、プロがもう完全バーサクモードというか SA が違うんだよね。あ、聖者なくしたんだ。勝ってんのにね。もうすげえな。でも同じキャラでも SA 変えられるっていいよね。へえ、やりづらそうだな。じゃあミモラ対ミモラ対バーグニー。バーグニー、おい、ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグハンバーグひでえな。あ、だからそのハンバーグとメロンブックスが合体してメロンバーグニーとか、うん、まあスコスコに言われてたけど、うん、まあ、最近だってバーサスで、バーサスにあれ RX 来ると、うん、バーグ狩り、バーグ狩りってガリ、バーグ狩り、狩りってなんすか。また新しいのできたの。誰があれ RX を狩るかみたいな話でそれをバーグ狩りって、バーグ狩りなんだネットゲーとかでよくありそうだね。ありそうだね。バーグ狩り行こうぜ、バーグ狩り行こうぜ。ちょっと時間だったらバーグ狩り行こうよ。経験値200ぐらい入るね。 FF で200って多いの。多いよ。なんかさっきも見た組み合わせ、まあそりゃそうだけど。さあ、中間体育が使って、おっと、出し切っちゃった。おわー、出たよこの前ジャンプね。ダイパー、あら、歩いてない。さあ、まことにそれはダメ。いいよ。なんかいろいろすごいな。今前ショーパンだったけど、まこと。なんか出番が早すぎて自分でも制御しきれてないんでしょ。ああ、なに、トルギスに乗ってるゼクスみたいな感じ。うん、そう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 。もうね、なんか期待性能そうそうそう、なんか自分についてこないみたいな。でもあれ DO だよ。多分もう左手と右手が噛み合ってない。ほんと、上地さん、ほんだ引き上げリバーさん、引き上げてどうなってんだよ。あー、今中足打ってたらダメ、ね、バレるんでしょうね。バーグ狩りができたんでしょ。バーグ狩りができた。あー、いけーこれ。いいよ、すごくいいよ。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、均衡は崩れないか。さあ、レックス対フローお願いします。もうなんか、もうめんどくさいよとか言って、ここで初めてアレックスが負けてもいいかなみたいな。あー、そんなこと言い出す。言い始めるから。3周目はさすがにだるいよ。3周目ニュートンでね、うん、あの三つどもえなんか4周だか5周だかやって俺決まんなかったらじゃんけんで決めますって、うん、そこにいるメンツが健三なんだ。無理じゃんそれ。じゃんけん勝つに決まってんじゃんって、うん、じゃんけんポンしたら一発で健三が勝ってどんだけじゃんけん強いんだ。普通に中最強じゃんけん。さて、さあ、なんかミモラが拝んでる、拝んでる、モニター拝んでますね。バーグニーを負けてくれと。え、でもこれ負けちゃったらさ、終わりで。え、これ負けたら終わりでしょ。うん、黒が勝つと終わりだから。おーっとー、下段
思わずのけぞるアールバーグに。アールバーグに。うわー、始まったー。おっと、ちょっと早かった。何年やってんだよ。あのね、そのセリフあなたしか、ロシさんぐらいしか言えないからね。いや、黒人も言える。あ、ごめん。いや、これクイックは取れないね、さすがに。おお、割り込んだ、コパンで割り込んだ。さあ、で、動画の、あっと、なぜか当たってる。普通の壁でした。熱いですね。え、これ本当に3周目やんの。3周目やる、やるしか、やりたいんじゃないの、この3人。やるしかないか。やりたくないのミモラだけでしょ。いや、まあそりゃ優勝したいからやるで。さあ、張っちゃった。うわ、無理やりだな。でもゲージがないよ。あー、溜まってない、繋がってないよ。おー、なんだそれ。さあ、壁が、壁が、うーん、前ダッシュ。おお、前ダッシュテリブル。さあ、どうなんのこれ。おお、リバースアタックルって意味わかんねえ、マジ。さあさあさあ、3周目です。フロ、フロミモラ、君ら仲いいね。ほら、見てよ、エバラ君の顔。お前らいい加減にしろと。早くランダムに食べてる。ああ、こんなな、最初目はちょっとやりすぎだわ。さあ、盛り上がってまいりました。え、盛り下がってんの。ほら、もうだって住人とかつまんなそうな顔してるもん。アルグレさんとかもうポカーンと口開けてるよ、あれ。あ、腹減ったと。だから文句はこの人たちに言って。本当だよ。そろそろ2連勝しろっつって。まあ確かにね、3人とも知名度で言ったら引き分からないでしょう。すごいなこれ。あーっと、遠かった。今度またフロア庭園に戻しましたね。あー、今のうまいな。髪がない。そのさ、なんかうんこしてるみたいなセリフやめようよ。おっと、ガーフミスった。うわ、どうなんの。それでも庭園にミモラ突っ込んでたの。うん、いろいろ頭おかしいんで、しょうがない。ゼロに安定してるな。さあ、ここで正中点、ドラ抜き。おっと、なんだこれ。前ダッシュコロコロってやばくねえか。メグ始まったね。メグフローメグメグフロー始まったよ。すごい、ドヤ顔、ドヤ顔がやばい。してやった。どういう俺の選球体みたいな。じゃあ、バーグニーとミモラでもう一回。あー、マジ長えな。俺らそろそろ疲れてきたから、そろそろ終わりにしてほしいんですよね。するよな。何このチーム。スリーオンのチームが、おっと、ミモラ押されてる。開幕、あ、でも割といい感じなんじゃないのこれは。マツケンウニバナオはさすがにまずいと思うけど、はい、結構いい感じの表ができましたね。スリーオンにもご期待ください。あ、始まったよ、浮き上げ。すごくいいね。おいと、どうした。ボタン、この筐体俺の反応についてこないの。ミモラが勝ったのに、ミモラが、まあ EX 出ねかったから多いなんだろうけど。
うわ何それ、ユリアンにあれがスカルってさ、まあ、すごい光景みたいな遊び込んで、おヘッドからやって、あでももう一枚、ワオー、でもこのゲージ入っちゃったけど、あのさ遠くで振りかぶって KO ってなってんのすごいかっこよくない、かっこいいね、なんかあの手のひらなんか出てるようなさ、真ん中に向かって投げちゃう、この状況でヘッドを出すすごいな、一生懸命なんか投げして、あさすがに2回は出さなかった、これは均衡が崩れる、崩れた崩れたさあ、じゃあ事実上のミモラがうまいうまいとうまいうまいって、また拍手してる、ほんとよくやりました、ね、なんて性格の悪いやつだこれ、真っ暗だよ、俺だったら便所連れ込んでるこれ、あーラストラスト、あーやっと終わるよこれいやでも君たち分かってる、ミモラが空気読んだだけだからね今、素晴らしいね、じゃあ決勝開幕解放しかも大、何をやるとあれがさ有利になるの、分かんない、開幕大解放、開幕大解放、スフィア読み、バックジャンプ読み、バックジャンプダメだよね多分、ウエスフィアだったらさ大体そんな好きないけど、まあよくわかんないけど、あーでも RX 優勝するのはつまんねえな、メグだな、やっぱメグ、いや仲は悪いからさ、そうそうそう、ふざけんなよ、2個取るとかさ普通ガードだろ、いや俺も取るけどあれはね埼玉県民の特権なの、あそうだ、あ、わざわざ来たの、ようこそ、必殺、おっとこれは美味しい感じが、あ、動画、おー、当たった、あ、メグ、必殺、おお当たったね、なんだよそれ、上上下、あー出なかった、下手くそだなあれ、あさすがに使うよなこれ秒間15発ぐらい出てなきゃね今お、大足で相打ち、おお今の雷撃して怖かった、今のすごい怖いね、狙いすました雷撃が、さあ決めるかフロア、どうすんの、よくゲージを吐く、ゲージでも2本目たまんないこれ、まだたまんない、投げられたらおしまい、さあまだダメージは安い、ゲージはもうない、始まる、ブロってる、おっと、あーなんだそれさあ運も持ってた、優勝はハンバーグ、優勝はハンバーグ、メロンブックス、いやお疲れ様でした。じゃあ優勝者、優勝者コメントいただけますか。いや優勝者のコメントいらなくない、いや代わりにバナオでいいよ、いや意味わからないんだけど、あ、お前トラノアの派なの、
あのハンバーグ屋には行ったんですけど、メロンブックスには行ってないです。ありがとうございます。お疲れ様です。つまんねえな。